はい、のるかさん。はい、でっぺんさん、こんにちは。おはようございます。はい、おはようございます。元気ですかぼちぼちですね。ぼちぼち。うん、はい、なんかちょっとまだ朝早くて起きてない、うんはい、頭が。まあまあまあ。うん、僕の声大丈夫ですかはい、聞こえてますよ。はいはい、普通ですね。はい、はい。今ちょっとマイクのチェックをしなかったですからね。うん あ、そっか、そっか、はい、大丈夫です。はい、大丈夫ですね。うん,うん、うん、はい。オッケーです。まあ、はい、まあ、一週間。あの、もうあれですよね。寒いですよね、うん。はい。そうですね。寒くなってきましたね。もう、あの、木の、公園の木が散り始めました。はい。はい 葉っぱがですよね。はいはい。木の葉っぱはい木の葉っぱはい。木が散らないですよね。木が散ったら。あ、私葉って言わなかった今。木の葉がって言わなかった。はいはいはい。木が散りました、ねうん、はい。そうですか。もう冬ですね。じゃそうね。もう冬が来そうな感じね。はい。本当にうん。サンタクロースが近づいてきてますか。<laughs> なんか本当そうな気がする。 もう人々はねクリスマスの話し始めましたよそうですか僕の子供みたいですねさあやっぱりヨーロッパの国ってクリスマスってすごい大切な人多いじゃないですかまあね多分あれですよね今クリスマスに帰るかどうかとか家族に会うかどうかとかもう決めなければそう多分飛行機が取れないですよさ まあイギリスに関しては去年のクリスマスやっぱコロナで皆さん大人数で集まることできなかったんですよね。そういうでという,、ねうん、そう今とはなんか今の調子でいけばでき、ね、あの今までとできそうな感じだから多分皆さんすごい楽しみにしてる人が多いんじゃないかな。 私は個人的に、うん、思っています。はい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 。久しぶりのクリスマスですからね。うん、そう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 、そんな感じかな。うん、うん。どうですか、東京は。<laughs> あ、東京はね、あの、ね、暖かい、まだ。いや、これが結構日によって違うんです。けどそれはちょっとつらいな。なんか。体調崩しやすいよね、ねそんな時って。気をつけないとまあ、そうですけど。うん、まあ、それでも。 まあ、例えば寒い日が昼15度とか、うん、まあでもそれでも15度あるんですけどそっかそっか、うんうんうん、そして次の日に25度とかあったりするんですよねだからまあそうまあ10度ぐらい違う,うん、うん、だけど15度も25度もそんなに悪くないですよね両方とも。うん なるほどそうね。はい、やっぱりすごい暑いわけじゃないもんね。そう三十度以上とかあとは十度以下とかそういうのじゃないんであのー、まあ悪くないですよね。なるほどなるほど。まあ十五度とか二十五度って結構理想的な気温ですからね。うそうねそうですね、うん、過ごしやすいです。そうそう,うまあよくあるのが昼が二十度ぐらいまで行って夜が十 15度ぐらいなのかな ?12 度。来週ぐらいから10度ぐらいになるらしいですけど、その夜ですね、夜の時間、うん、朝の時間。なるほどでも、でもね、まだそれぐらいあるんで。僕はあの本当に今の秋の日本の天気は全然その、あのー、文句が言えないぐらい、やっぱり夏は暑すぎたんで。はい それに比べるとあるの快適ですね、うん、もう本当に多分今を楽しまずに <laughs> いつ楽しむんですかうそうですそうです確かに、うんはい、いやいい季節を楽しまなきゃねほんと秋ですからね、うん、食欲の明日わかります、うんうん お芋も美味しいですよ。そのさつまいも、この前も話しましたよね。<あ>はい、うん、話しました、話しました。さつま,また食べました。食べてないまだ。いや食べてます、食べてます。多分一週間に一週間に二回ぐらい食べると思うかな。<ー>はい、さつまいも、えー、っとそれは何か料理をして？あの多分イギリスとかで、うん、まあ例えば肉とか魚を料理して、うん、その まあ、付け合わせというんですかね。はいはいはい、あるあるね。横にじゃがいもでしょ、いつもは。はいはい。はい。で、その代わりにさつまいもって感じですね。ああ、いいですね。はい。だから、例えば。うん、はい。例えば、サーモンを焼いたり。うん、なんか魚を焼いたり、あと肉を焼いたりした時に。うん、その横にさつまいもの、あの。まあ、蒸した。 ふかしたさつ。はいはいはふかすんだ。ふかすって言いますよね。ふかすって言いますね。ふかすはあの蒸すと同じですよ、ね。そうそう。はい、どうして。お芋の時。言うんでしょうね。ね、お芋の時よく本当にふかすって言います。よね、はい、ふかすって言いますよね。ふかしいも ふかしいもそうそう久しぶりに聞いたスチームスチームのことですよねいいですいいですははいふかした芋味はねもう塩もしないし砂糖もしないもちろん何もしない味がね甘いですよね本当ね自然な味というか美味しい美味しい甘さがあってねいいですねいいですよね本当にサツマイモはね僕はね結構嫌いだったんですね前は あ本当は、うん、いなんかその甘いのが甘いのがダメだったのかそう,うん、うん、なんかこうなんかこうデザートが甘いのはいいけどあん芋がねそう食事が甘いっていうのはなんか,か,か言いたいことわかる、うん、はい。でもだんだんねそういうのがどうでもよくなってきたはい <laughs> あの美味しければいい、ね、<laughs> まあまあそうそう美味しい美味しい、はい、この季節<今>本当にね、うん、今でもねなんかこう サラダの中にレーズンが入ってたりとかあ、私レーズンは苦手あんまりレーズンはねそのままだと好きなんですけどあそうはいはいなんで苦手なんですかいやなんかな何とも言えないいやこれはわからないなんでか触感かな なんか、例えば、この間、あの、カフェでシナモン、まあ、旦那さんがシナモンロールみたいな、え、シナモンロールだったか、なんか。頼んだ時に、レーズンが入っていて。え、シナモンロールだけだったら、よかったのに、と私は思いながら。それは、なんで。レーズンが入ってるんだと思いつつ。誰が喜ぶんだと思いますよね。まあ、確かにね、なんか、誰も喜ばない感じはありますね、あの。なんか、余計なものなんじゃないかと、ごめん。これは、とてもレーズンファンの。 いや,いや実はねレーズンって、うん、美味しいレーズンと美味しくないレーズンがありますね。そこか。そこか私がじゃあ食べてきたのは美味しくないものだったのかしらいや分からない。なんかそういうねなんかパンとかに入ってるレーズンって結構美味しくないレーズンな気がする。うん、なんか柔らかい感じ。 わかんんなないなんかちょっと私にはっていう感じ。なんなんとなくちょっともうお酒っぽい味がする感じとかもある、うん、ああそれもあるね。はい、んなんかね本当に美味しいレーズンって結構まあ嫌な柔らかさがなくてちょっと硬い感じ本当にドライで。ああそっか。ちょっと種類なんか違うんでしょうねじゃあね。あパン用に使う<そ> <laughs> 僕はそのまま食べる方が好きですよねあのヨーグルトとかに入れるのもまあまあ。 まあまあですね。いいねそんな人いるね。はい。レーズンはやっぱそのまま、うん、なんか。んかパンに入れてはいけませんって話ですね。わからない。パンに入れても好きな人もいるかもしれない。うん、そう、もちろん。もちろんです。レーズン好きな人もいるでしょう。はいはい。なんとなく嬉しくないでしょう。<laughs> 嬉しくないね。<laughs> 私の場合。<laughs> なんとなくね、なんか、ね、なんかそれがない方がもつもつ。そう そう、本当に、なんで入れちゃったのと言いたいところだけれども。うん、そういう時どうするんですか旦那さんにあげるんですか?。そうそう、あげるんです。うん、旦那さんがいなかったら、どうするんですかあの、例えば。だから、しょ、そんなものを食べません、食べません。うん、うん。でも、あるでしょう、<の>たまに、そのシナモン。食べたくて、<る>なんか。本当に、二三個だけ入って。ああ。 あ、そっかそっか。はい、あ、でもね、そんなの避けたりしないね。結構食べてる。もちろんそんな食べないぐらいじゃないけど、でもあの、でもなんか嫌だなと思いながら食べてる。嫌な顔しながら食べる多分。そうそう,そうなんえーみたいなね。お前たちなんでこんなとこにいるんだよ。<laughs> そう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 。うん、いない方が良かった <laughs> みたいな。<laughs> あれね。ひどいですレモンズってぶどうでしょ？ はいそうですよねうんうんうん。ぶどうはやっぱりそのままの方が美味しいかな。まあそうね、一番そうでしょうね、多分ね。あとはワインとか。ワインあそうか、そうね、そこまで関係なかった。ただね、あのドライフルーツはね、僕は年々好きになってるんですね。うんうん。どんなドライフルーツ食べますか、他に。例えば、イチジク。あ、イチジクもあるんです。イチジクは、イチジクはあの、 まあ、生の新鮮なそのフレッシュのねいちじくももちろん悪くないんですけど、うん、やっぱり結構ねあのドライフルーツあるあるイそうそうそうありますありますあくて美味しい,い,い、ねうん、あとはデーツデーツ デイツは、食べたことないんだけど私。私夏目んな味だったっけ日本語だと夏。どんな味だったっけすごい砂糖みたいな味です。本当に。あじゃあ私苦手かな。すっごい甘いってことすんごい甘い。多分一番一番甘い。一番甘い。フルーツ、そのドライフルーツは多分デイツ。あ本当に。はああ、じゃあちょっと苦手かも。なんかちょっとなんか酸っぱさが欲しいな。ただですね。 のりこさんは知らない間にデーツをたくさん食べてるんですね、はいうん、実はえ本当に本当に、はい、どこでどうやって特にのりこさんは、うん、あの岡山県出身です。<laughs> はい何何<島>に,なに,に広島の広島の隣、うんうん、はいあの実はですね僕はまあこれは調べたことなんですけどまあ、うん まあでも調べたこともあるしテレビとかでもたまに言ってますね。うん、えー、そうはいこれね実はお好み焼きのソース。あ本当んとに、はい お好みおきあのソースに入ってるんだあ。じゃあもうめっちゃ食べてるね。はい、食べてますよね。間違いなく。なもう子供の頃から。かね、例えばおたふくソースという、うん、ときはいはい。有名な、一番有名なブランドじゃないですか。有名なブランド。うん、でその、まあ、焼きそばとか、お好み焼きとか。あ、今家にもあるわ。あります後ろに多分デーツもしくは夏目とか入ってるとそ。そうか。じゃああのソースのちょっと甘さはあそこから来てるんだ。 なんかね、その砂糖だとちょっと違うらしいんですよ甘さになっちゃうんですね。そ,そうそうそう、うーソースのためにもあの少しやっぱり自然ななるほど、そのちょっとちょっとだけ酸っぱさと甘さと失礼しました本当にそんなお世話になっておりますそのソースには。<laughs> だからねはい、はい、あれ例えば多分イランとかサウジアラビアとか、うん、多分あの辺のものを使ってると思うんですけど,どトルコとかもあるのかなねえたくさんあるらしいですね。でなんかその辺りから日本にたくさん輸入してるんですよね日本,そう日本に輸出している日本が輸入してるそうそうそうやっぱりお好み焼きソースに使われてる。うん なるほどね。うん、ああ、これは新しいあの知識でした。教えてくれてありがとう。鳥ひらなかった。ねっ。鳥ビアルなインフォメーション。意外と、そっか、うん、本当にじゃあ、あよく食べてる。はい。お子さんは子供の時からたくさん、お好み焼きを食べましたよね。うん、はい、だもちろん、もちろん。やっぱり広島スタイルですか。いや。 あの岡山はあの何ですか関西風というかお普通の大阪風あそっちなんですねはいで広島風はあるけど、うん、多分家で作るのは一般的じゃないと思う。あまちょっと難しいですか,、ねうん、だからそういうもちろん広島風お好み焼き屋さんに行けば食べられるけど、うん、でも私たちがよく行ってたのはもう普通の全部ごっ 茶に混ぜるやつまあまあまああのパンケーキっぽい方ですよね。広島風お好み焼きというのはあの焼きそばがあの入ってます。そうあとクレープみたいにするからね。最初のキリがそこから違います。薄いクレープみたいなのを作ってで上に上に乗せていく。上にその焼きそばを置いてでまたなんか卵とかなんとかでキャベツもね大盛りで。ああそうですよね。そうそうそうものすごい高さになる。卵は最初か。卵は最初ですよね。 はい。うん、そこまで覚えてないけど、だからものすごい作り方が違うんですよね。そうそうそう。ちょっと家で自分で作るの、ちょっと、ちょっとだけ面倒くさい。でしょうね。でも、お、大阪風お好み焼きって言いますよね。広島風お好み焼き。あと、え、大阪風、大阪風でいいんですよ。関西風。関西風っていうこともあると思います。はい。それは本当に簡単ですよね。全部混ぜて。そう、全部混ぜますからね。はい。 はいはい、もちろんその美味しく作るのは難しいですけどそのまあ広島風ほどですですですはいんですかいやちょっとね何が違うんでしょうねここで作るとやっぱりなんか火の力火力とかが違うのかな鉄板とかやっぱりさ。 あ家で作った時にんかあのお好み焼きの粉とかで買ってきて試しましたけどなんかやっぱお店と違いましたねフライパンと違いますよもちろんそれはあの僕が家で作ってもお店ほどは美味しくならないですよねねだからやっぱお店で食べたいやっぱ鉄板の方が美味しいそう鉄板で焼いてもらいたい あとなんかどうなのかなやっぱりうんなんか自分で作るとついつい入れすぎちゃうんですよねいろいろ。<laughs> なるほどいろんなものを。やっぱ入れない入れすぎない方がそういうことか。はい、例えば肉を豚肉を入れたりとか、うん、あのシーフードを入れたりとかしますよね少し。 お店のってちょっとしか入ってないでしょ、うん、そんなにたくさん入ってないでしょ確かにね。で家だとちょっと入れすぎちゃってなんかそうかそ,うそれってなんかバランスが崩れちゃうのかしら、ね、そうだと思いますよ。はい、実はその意外とそう料理とかってたくさん入れたらいいわけじゃなくてむしろやっぱりほどほどに。うん、ほどほどに。はい、ね。 ちょっとまあそこそこにあるあるそうそうやりすぎないってことねうんそうかなるほどねわかりましたお好み焼き何を入れてもおいしいですけど一番好きなお好み焼き何ですか私やっぱりシーフード系ですねイカとかエビとかエビタコは入れないですよタコ入れないねタコはあのタコ焼きですね はいはい、入れません、入れません。エビとかいいか。あ、でも、もちろん豚肉も美味しいですよね、普通にね。はいはい、まあ、基本ですよね。基本、基本。うん。基本はやっぱり美味しいです。はい。あの、変なのはどうですか。なんか。変なのがあるの。何を入れるの。いや、まあ、まあ、変というか、ちょっと。ちょっと、なんか、例えば、キムチとか。明太子とか。やったことない。食べたことないです。なんか。美味しい。美ですよね。チーズはどうですか。チーズ。 あチーズはあるな。チーズは大丈夫だった。うん、はいはい。うんうん。あとは餅とかも入れます、ね。あ、そうか、食べたことないな。うん、あ、じゃあ餅を入れたら、やっぱ餅がこう。溶けた感じになるのかしら。うん、でもちょっと重い感じ。ね、そうですよね。確かにね。はい、小麦粉と、うん。小麦粉と餅ときたらね。お腹いっぱいになりそうですね。うん。うん、なるほど、ね。まあ、あと、この焼きをどういうふうに食べるかですよね。え、どういうこと。 まあ、例えばご、うんまあ、ご飯。ご飯<え>、あ、ご飯じゃないですか。いや、ご飯っぽく食べるか。ご飯っぽく食べるか。これ、あの、ちょっと、今、間違えました。言い方が、あの、ご飯っぽく食べる。例えば、まあ、昼ご飯。昼ご飯として。食事ってことでしょ、うん、そうそう、昼ご飯として食べたりとか。うん、えそうじゃないの。いや、いや、やっぱりね、のりこさん、やっぱり、僕たちは、何歳ですか。もう、大人でしょう。<laughs> で、どういうこと。はい、はい、はい。つまみですよ。つまみ。 いわゆるはいビールのためにねビールを飲むあそうそういう人たちもいるんだえそうじゃないのえ私はあのそかずっとずっとお好み焼きって昼ご飯って思ってたやっぱり違うんですいややっぱり違うんだこれはあのねやっぱりそのやっぱりあの広島のあたりとか関西のあたりねだからのりこさんもそうですよね。 やっぱりあのお好み焼き文化が強くて本当にあの子供の時からご飯として食べますよね、うん、食事としてはい、はい、もうメインでした、はい、はいはいでも例えば東京とかだともうお好み焼き屋って飲み屋なんですよね居酒屋みたいになってる居酒屋みたいなもんで、ね、そうそう本当に本当に、うん、お好み焼きって夜ビールを飲みながらつまむ感じ、うん、そうか、はい、そうか、はいはい、昼とかやっ お店によってはね、相手のお店による。なるほど、お好み焼き屋ってもの飲み屋ですよ。そうか。これはでも私の家の問題かもしれない。私は子供の頃からよく行ってた時にに、お母さんが今日昼ご飯はお好み焼きだからみたいな。で、やったーって言って車でお昼ご飯を食べに行くみたいな。土曜の昼、土曜の昼。あのね、やっぱりびっくりするほどお好み焼き屋ってないんですよ。 あそう、はい、<ー>僕の住んでるエリアでも本当にラーメン屋はね多分ねそうねラーメン屋なんかどこでもねんかもうありすぎるぐらいあるよね多分このエリアだけで30軒ぐらいあると思う,うん、うん、なんでそんなにあるのっ <laughs> カレー屋ですねカレー屋が多分20軒ぐらいはあるかなあカレー屋もいいな確かに、はいまあ,あでもインド料理インドカレータイカレーとか そういうの全部入れると、多分五十か六十、うん。おお、さすが。はい。うん、で、あと、やっぱりとんかつ屋とかが結構あって。うん、まあ、もちろん、ハンバーガーとか,か,か、カフェとかもあるでしょ、うんですよ。で、お好み焼き屋はね、僕が知ってるだけでも、多分。三つぐらいしかないかな。そっか、ね。のエリアでそ。そんなに、まあ、そんなたくさんあるもんじゃないと思う。たこ焼き屋はね、一つしかない。本当に。あ、そう。はい。本当に、それぐらい少ない。 そうなんだ。面白いね。例えば大阪とかに行くと。きっとたくさんあるんでしょうね。焼きやたこやきや、お好み焼きやお好み焼きやきっとね。広島でもそうでしょうね。たぶんお好み焼きたくさんあるでしょうね。うん。そうだと思う。面白いね。やっぱり違います。え、九州では九州はね。 最近はわからないですよでも僕があ<ー>あの子供の時ですよねは、うん、どちらかというと、まあ、広島風のが人気でしたかねやっぱりんかそのレストランだと自分で作れない、ねうん、広島風の方がやっぱり人気ですよね。ななるほどなるほほどど でもまあどうかななんかね九州ってその一応その西日本ですよねはいだから影響としてはそのまあ大阪から西の方がねいろいろあるんですよだけどちょ 例えばうどんとかはもちろん東京風じゃなくて関西風なんですよねどちらかといえば東京風のうどんというのはちょっと醤油が濃い、ね、あスープの色が濃いのかなそそううスープの色が濃くてなんか醤油がたくさん入ってるんですねうん、うん、でも関西風のうどんというのはちょっと色が、ね、<の>薄いんですよ、うん、そう出汁が効いてて出汁が強いってことね出汁が効いてて、うん えー、醤油じゃなくてもっとあのだしだし汁そう、ね、そうな感じ。あと多分塩も少し入れるのかなとにかく色が薄いですよね味は美味しいですけどでもうねなんかねあと福岡のうどんってなんか柔らかいうどんなんですようんなんかあの その四国ののううどんんとと違うんですすよよねねねがああるとか言いますよ、ねあのね、福岡のうどんってコ腰がないのが福岡うどんみたいなそういう感じで面白いね、うんうん、で僕は大分県出身なんでちょっといろいろ混ざってるんですよねお店によってはちょっと四国っぽい感じそのもっと腰のあるうどん、うん、お店によってはちょっとなんか福岡みたいな柔らかいうどん。 でも東京風のはないですねほとんどなるほどでお好み焼きもやっぱりちょっと大阪関西っぽいのもあるし広島っぽいのもあるでも広島の方が人気だと思いますけどあとラーメンも福岡のラーメンはたくさんあるんですけどでもんかやっぱり味噌ラーメンもあったりなんかね結構ねはっきりしないんですよね はっきりしないか、うん、うんん。はい、まあでもそれだけ選択肢がねあるということですそんなにいろんなそうそうそう選択肢がたくさんあるんで、うん、なんかあのやっぱりそうですね僕の出身とかはどちらかというとあのなんかまあ B 級グルメもあるけど本当のグルメが結構ありますよね。う はい今言いましたね。B 級グルメ、B 級グルメ。あと本当のグルメ。そんな言い方あるよね。はい B 級グルメっていうのはちょっとあの安いグルメのことですよね。まあ多分アメリカでソウルフードとか言いますよねそういうあの美味しい美味しいですよ美味しい美味しい安くて美味しい安くて美味しい例えばラーメンとかお好み焼きとかうどん全部全部 B 級グルメねって言うよね。そうそう。 でもちろん僕の出身の大分県にも B 級グルメはあるんですけど、うん、そんなに有名じゃないですよねなんか唐揚げとかは一応 B 級グルメですけど、うん、大分唐揚げとでもやっぱりあの本当のグルメこれはあの、うん、やっぱり刺身その魚新鮮な魚、うん、あ関あじ関さといって、うん、あの まあ、青い魚ですね。美味しい青い魚たちがあって、それを、まあ、刺身で食べる。うん、そして、あとフグ、フグも。ブローフィッシュと言いますよ、ねうね。うん。フグとか。あ、特別な食べ物ですよね。そうそう、結構、ね、その海の食べ物とか、あとは、あの。肉、例えば牛肉、あのー。文豪、うんうん、牛って言って、あの。ね、はい。 あの大分の牛肉美味しいですよ。うんうん、はい。だからまあ b 級グルメももちろんあるけど、そのお本当のなんかちょっと特別なグルメもねあります、ね。うん、はい。ほ,ほとんどのほとんどの県がそうですよね。うん、ほとんどの県に両方ありますよね。うん、b 級グルメと、うんね、まあ a 級グルメでもいいんですかね a 級グルメ、うん。あるある。そうそうそう。まあ外食チェーンとかレストランとかたくさんありますよね。いろいろね。本当に日本は。うん うん多いうん、食べるところはたくさんあるかもしれない食べ物の話、うんはい、寒くなるとねやっぱりお腹が空いてきます <laughs> 今日は何を食べたんですか今日はあでも昼はそばと温かいそばそしてまあなんか豆の入ったサラダを奥さんが作って家でそれを家で家でもちろん,うん、うん、最近ね外で食べたかなちょっとあの 忘れますからね写真を見ないと。うん、えっと、ピザ。ピザをこの前食べたかなそれぐらいですね、はい。今週はまだ食べてないな、外食は。うんはい、ちょっとストップしたちょっと疲れちゃいましたからね。先週外食しすぎたそう、ちょっと外食しすぎて。あるあるですね。そうでしょう。外食するとちょっとお腹が疲れますよね。うん、なんかやっぱりちょっと家でね。なんでかな <laughs> なんでだと思うんですね油ですかねやっぱりそうなんじゃない油と塩かなとは多いんですよねそれがたくさん食べいやでも量は変わらないかないやでもやっぱり結構多めですよねやっぱりねいつもよりははいはいはいやっぱりそうですねちょっと多いうんでも全部食べますからねやっぱりそうですよだからやっぱ疲れるのかな胃がねはい。